どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトなどを連載しております。結構よくいただく質問に、セリフってどう考えてますかみたいな質問があるんですけど、左利きのエレンに登場するセリフを深掘りするみたいな本も出していただいたりとか、セリフっていうところによく注目していただいている作品だなと感じておりますが、どうやって考えてるかって、自分だとそのなんか浮かんだ言葉を書いてますっていう、なんかつまんない答えになっちゃうんですけど、なんかちょっとその一個一個、そのこのセリフはどう考えたか、なんかその思い出話含め、ちょっとそのセリフ単位でここはこう考えたっていう話をちょっとしたら面白いかなと思って、やってみます。最初にパッと浮かんだこのセリフやろうかなっていうのが、劇中に出てくるその一番怖いクリエイター、柳はじめっていうクリエイターがいるんですけど、その彼の言葉で、サラリーマンには4種類いる。でその4種類っていうのが、1人目が替えが利かない有能、替えが利く有能、替えが利かない無能で、4つ目替えが利く無能っていう、替えが利く利かないと有能無能で、こう4パターン出してるっていう、セリフがあるんですけど、その劇中ではその4種類の中で一番会社に組織に必要な人材っていうのは、替えが利く有能であるっていうふうに語ってるんですけど、柳さんの真意としては、替えが利かない本当にスペシャルな特別な有能な人って、やっぱり会社って組織に収まらないんですよね。でそれで独立しちゃったりいなくなっちゃったりするから、それよりも替えが利くっていうアドバンテージを生かして、後進を育成できる、下に継承できる、再現性がある有能っていうのが会社には求められてるんじゃないか、だからむやみやたらにその特別スペシャルな天才に憧れる必要はないよと、噛み砕いて言うと優しく聞こえるは聞こえると思うんですけど、それを結構厳しめに言ったっていうシーンですね。で、このセリフを、どう考えたかっていう話をします。そんで、まず最初にお断りというか前提の話なんですけど、これはっていうか、漫画のセリフは漫画のキャラクターが喋ってます。なので私の発言ではないというのを気をつけください、気をつけくださいっていうか、そういうもんだと、創作物はそういうもんだと思って楽しんでいただければと思うんですが、というのもその私だったらっていうか、時代背景によるところが結構大きいかなと思うんですけど、劇中でこのシーンは何年だっけな、2007年とか、結構昔ですよね、一昔前、今から15年前とかそんぐらいのイメージなんで、サラリーマンっていう言葉を柳さんは使ってますが、今だったらそうしないかなっていうふうに思ってます。っていうのもそのマンっつってるから、その男性がイメージされるじゃないですか、ね、割とその他のキャラだったり、その時代がもうちょっと手前に現代に近づくにつれて、割と会社員とかそういう言い方に、補正されてます。だからビジネスマンとかもあまりその近年によると使ってなくて、ビジネスパーソンっていうわざわざそういう言い方したりとか、それは時代背景とともにというところでございます。加えてキャラクターのタイプですよね、古い人間とか昭和的価値観とか、ちょっと嫌なやつとか、そういう人の場合はあえてそういう言葉を使ったりはしてます。その言葉遣いもそのキャラクターをこう表す、キャラクターごとの言葉選びがあるっていう風に見てもらえるといいなと思ってます。このセリフ、いつどんな感じで思いついたかっていう話で言うと、割とそのこういうパターン多いんですけど、その左利きのエレンっていう漫画を描き始め、その漫画のセリフとして考えたわけじゃない言葉がいくつかあります。どういうことかっていうと、自分自身その主人公たちと同じ広告代理店で働いてたことがあるんですが、その中で自分天才じゃないなとか、でも優秀な人ってすぐ辞めちゃうよなとか、そういうことはそのキャラクターと同じようなことは思ってたんですね。言ってしまえば、その柳はじめとか神谷雄介みたいな、モデルの一人になったような実在の先輩とかもいたりして、そういう人たち見てると、必ずしもその組織人として馴染めてるわけじゃない人が割と多かった。はみ出し者というか、そのプレゼンの直前まで2日間連絡が一切取れないクリエイターとか、オフィス出なきゃいけないって時にチーンってエレベーターで上がってくるみたいな、なんかそういう人たちですよね。
だからそれでもめちゃくちゃ優秀、だから割とその僕そういうのをまあ先生タイプって呼んでるんですけど、その他と横並びではなくもう先生みたいな感じで存在してる。だからまあなんかその今のエピソードとか漫画家とかだったら結構ありそうじゃないですか。締め切りの直前まで連絡つかなくて締め切り前に原稿できましたみたいな感じで、先生ありがとうございますみたいな、だからそういう先生みたいなポジションの社会的地位のある人だったらまあありそうだなみたいな。だから割とその、まあ、会社員だろうがその広告代理店だろうが広告だろうがやっぱ能力が一定を超えるとそういう傾向になるのかなとかなんかいろいろ思ってたりして、一方でちゃんと組織に馴染み、みんなとうまくやり、笑顔を絶やさず、いつもオフィスにいていつでも対応してくれる、そういうちゃんとした人意外と評価されなかったり、それだけでも素晴らしいことじゃないかと思うんだけど、やっぱりみんなが話題にするのは突き抜けた人たちでも、そういう人たちに限ってどんどん転職独立していく、いなくなっちゃう、なんかそういうのを見てたらなんか本当に必要なの、必要な人ってさっき言った人としてちゃんとしてる人なんじゃないかなみたいな、そういう先輩の方が俺は好きだけどなっていう風に思ってたんですよ。だからなんかあの人はもうあの人しかいないから、替えが利かないからすごいんだ、であの人は替えが利くからすごくないんだ、そういう風潮があったんだけど、本当にそうかなっていう風にずっと思った。だ、まあ、まずそこが2つあって、あの有能さとは何かっていう、僕に関してはそのちゃんとしてなかったし、朝会社にいないか、あの朝まで会社にいるかのどっちかだったんで、なんかもうめちゃくちゃいわゆるその会社員らしい規則正しい生活とは一番無縁の、なんかもうめちゃくちゃな生活してて、でもなんかそのすっごい褒めてくれる上司とかもいて、そのただの上司じゃなくて、そのすごい会社の中でももうトップの評価をされてるクリエイターの先輩上司がすごい買ってくれて、だなんでしょうね、そのなんか一芸キャラだったんですよ。アイディア死ぬほど出してくるこいつとか、なんかアイディアの飛び具合はおもろいやんみたいな、なんかそのここはおもろいやん。だ僕漫画とかでも結構一芸キャラ好きで、そのクリリンのなんだっけ紀元山とか好きなんですけど、なんかそのめちゃくちゃ最強な技じゃないけど、あれはクリリンしかやってないみたいな、なんか一芸特化型キャラ、何かに一個だけ秀でてるキャラってすごい好きだったんですけど、まあ憧れがあったんですよね。なんかその自分のその一芸もどっかでカチッとハマったら世の中的にそのなんか価値を出せるんじゃないかとか夢見てたんですけど、まあみんなそういうなんか願望とかはあると思うんですけど、なんかその本当にごく一部の上司とか同僚が買ってくれてるけど、基本的にはもう雑魚ですよね。だからその割とその初期の頃っていうか、そのあの言葉を思いついた頃で言うと、願望も含めて、まあ替えが利かない有能、替えが利く有能がいるんだったら、替えが利かない無能、替えが利く無能ってまああるだろうなと思ったんだけど、替えが利かない無能って何みたいな。替えが利く無能はさ、なんかまあ普通にただの無能じゃん。替えが利かない特別なスペシャルな無能って何って、そのなんかそのこうマトリックスでこう考えた時に出てきたそのポジションなんですけど、不思議な存在だな、替えが利かない無能ってなんだ。本当にこれ願望も含めてですけど、僕がそこなんじゃないかって思ったんですよ。だから結構その4つの分布の中で、ここのね替えが利かない無能っていう話は割とその第一部の間謎とされてたんですよ。あまり触れないみたいな。まあ柳さんはね、なんかあるですぐ転職せえみたいなことを言ってたんですけど、なんか何かあるっていうにとどめてたんですよ。何かわからないけどねみたいな。で割とそのなんか第2部以降の、あそう、今ジャンププラスで完結してるんですけど、あのリメイク版が、原作版の方は第2部第3部ってまあ2倍以上続いてるんで、リメイクされたのが10巻分で、今33巻ぐらいまで出てるんで、結構もう高1めっちゃ大人になってます。だからめっちゃ続いてるんですけど、割とその2部3部、高1が上司になって自分のチームをこうビルディングするっていう時に対して語られてなかった替えが利かない無能問題が出てきます。でそれで言うと、替えが利かない無能枠に、会社員としてはピンとこなかったけど、
ある日突然漫画を描き始め、漫画が評価されるっていうあのキャラクターがいるんですよ。だからもうお察しの通りなんですけど、まあ自分の願望も含めて、まあ、そうであってほしい、そうなるべきだっていう気持ちで、その替えが効かない無能問題を割と今ずっと書いてます。まあそんな感じで、割とそのずっとそういうなんか、まあ割と人を見て、そのあの人ってこうだよね、でそれに対してあの人はこうだよねってことは、こういう人もいるか、ずっと考えてるんですよ。なんかだからセリフいつ考えてるんですかってご質問いただくこと多くて、そのなんて答えようかなと思った時に、そのずっと考えてる、漫画家になる前から漫画に関係ないところでもずっと考えてる何かを、で、あ、これって割となんかそのみんな気づいてないかもとか、言葉にしたらなんかなるほどと思ってくれるかもとか、そういう言葉考え方思いついたら、まあスマホでエバーノートにメモしてみたいな。でちょっとそのこの、まあ実際のこの論、まあサラリーマンには4種類いる、まあ最近はどうか、今の令和の今においてどうかっていうと、まあ僕は個人的な所感で言うと、替えが効かない無能、あ、替えが効かない有能が活躍する時代が来てほしいと思ってます。いわゆるその天才ですよね、このエレンみたいな人が大活躍する時代が来てほしいなと思ってます。っていうのは、その来てないんですよ。今めちゃくちゃ天才に厳しい時代だと思ってて、まあわざわざ例は挙げませんが、圧倒的な特殊能力を持つ替えが利かない有能が、まあ主にその SNS とか、まあ文集とか、その文集って、ごめんなさい、ピンポイントで言っちゃったけど、いわゆるそのメディアで失脚してしまうみたいな、まあ潰されてしまうとか、そのなんか、なんでしょう、その今何も言ってないから誰の話とか思わないでほしいんですけど、その本人が本当に悪いことしたらダメですよ、もちろん。けどなんか印象で、あの人なんか生意気とか、ムカつく、なんか上げ足取りたいとか、なんかそういうの結構やっぱここ数年すげえ強くなってるなっていう感じがしてて、なんか天才の時代が来たら本当にすごい面白いのになって私は思います。まあ自分がね、そっち側じゃないからなおさら思うんですけど、だからそのずっとその左利きレーンって漫画で言いたいのは、その本当の天才ってすごい辛いと思うんですよね。いろんなこと、そのさっき言った、そのなんかメディアが監視してるとか、人々が嫉妬するとか、そういうあのことだけじゃなく、いろんな側面で、大変なんだろうなって思うんですよ。それは漫画を描き始めた頃にはまだ分かってなくて、だから天才になれなかった自分へみたいな意味で書いてて、だから天才への憧れか、なんか渇望みたいな、なんかそういう才能への渇望みたいな感じで書き始めたんですけど、書いてるうちにやっぱりエレンの気持ちとかも分かってきて、まあ、漫画家として活動していく上で本当の天才と会う機会とかもあったりして、いろんな人と話をさせてもらって分かったことがどんどん、その左利きのエレンって漫画にこう血肉になってるんですけど、どんどんこう入ってきてるんですけど、でそうなってくると、やっぱりなんかその、こんな辛い思いしてる人たちをいじめちゃダメだなっていうふうにすごい思って、まあだからそのね、会社員、ビジネスパーソンには4種類いるっていう話で言うと、私はこれからの時代は、まあ、替えが効かない有能の皆さんを、替えが効く有能ががっつりサポートし、まあ、業界、ひいては日本を盛り上げてほしいなって本当に心から思ってます。で最後にちょっとセリフの話もう一回戻るんですけど、そのセリフを考える時のコツみたいなのがちょっと自分の中にあって、それはちょっとシェアしようかなと思ってます。これはあの漫画家、漫画原作者というよりも、そのコピーライティングとか、その広告代理店の時に覚えたというか身についたなんか癖みたいなものなんですけど、キャッチコピーもそのまあ2種類大きく2方向あって、すごい気の利いたことを言う、こうレトリックというか、耳に残る、頭に刻まれる、なんかその渾身の一言みたいなのがあるんですけど、名コピーとかで調べたら多分なんかいろいろ出てくるんで、その中でこれかなとか見てほしいんですけど、なんか
すごい気の利いたこと言うなみたいな、その完璧な一行、まあそういうのもあるし、一方でその何の変哲もない、あのすごいスッと入ってくるんだけど、ものすごい共感しちゃうみたいな、わかるみたいな、それはあのそっちの後者の方があの漫画のセリフに近いと思うんですよ。漫画の方で急にその渾身の一言を言ったらちょっと浮いちゃうんですよね。まあまあ漫画によるか、漫画によるんだけど、その現実世界、まあ、特にちょっとね、左利きのエレンって割とその青年しおりというか普通の言葉を書きたいんですよ。だから割とそのコピーで言うと、その割とスーッと入ってきて深いところに届くみたいな、なんかそっち系を目指してるんですけど、でその上でなんかそれのテクニックじゃないですけど、そのちょっと意識してるところがあって、主語ですね、主語を吟味します。例えばその今回のサラリーマンには4種類いるっていう話で言うと、あそこってクリエイターには4種類いるって言ってもよかったじゃないですか。でもっと言うと、デザイナーには4種類いるでもまあまあ合ってたじゃないですか。会社員の中にクリエイターって人たちがいて、その中にデザイナーって人たちがいる、でその中に、朝倉光一、柳はじめがいる、個人がいるっていう、なんかまあそういう、それらが主語で、それで言うと個人の話をしてるのに急になんか会社員みたいに言われたらちょっと主語でかくなりすぎじゃないですか。まあ主語がでかくなるって割とその最近、まあ、よく聞くフレーズだと思うんですけど、その悪い意味でよく聞くフレーズだと思うんですけど、主語をでかくするなっていう、まああれになっちゃうと、まあなんで主語でかくするかっていうと、主語がでかい方がみんな聞いてくれるんですよ。だからまあ俺の話聞いてが爆発しちゃった人ってどんどん主語がでかくなるっていう、まあそういうメカニズムだと思うんですけど、それはまあ悪い例で、さっきの話で言うと個人の話をしてるのに会社員までバーンでかくしたら、おいおい主語でかくすんなってなると思うんですけど、まあクリエイターの話をしてる時に会社員まで一歩広げる、それは許されると思うんですよね。大事なのは主語って話で言うと、その1は好きあらば主語を一歩だけ、一段階だけ広げるっていうのはやってます。で、主語話で言うと2つ、もう1つあって、まあこれはそのなんかその名シーンとかじゃなくて、その些細な、細かい話にはなるんですけど、その主語を大きくすると危険な時があるんですよ、うん、まあ大抵ね、主語でかくして喋るとなんか揉めるじゃないですか。それと同じ現象だと思うんですけど、例えばそのみっちゃんってすぐ怒るよねみたいなセリフがあった時に、それを女ってすぐ怒るよねとか言っちゃうと、読者が怒るというか、その発言したキャラクターが読者に嫌われるっていうのはありますよね。そのもう割とそこは気をつけて、なんかその男はさとか女はさは特にその現代、劇中で現代に近づくにつれてやめてます。基本的に左利きのエレンに登場するキャラクターって多かれ少なかれみんな優秀なんですよ。優秀な人たちってあんまりそういう言葉遣いしないなっていうのが結構あって、だからそのまああれですけど、言い方バカだなこいつって思わせたい時にそういう喋り方、なんか言い方をさせる時はあります。本当に雑魚、なんか雑魚でバカみたいなキャラクターに女ってもんはさみたいなさ言わせたりはするかもしれないけど、基本的にそのなんかそういうこと言うんだこいつで、結構そのなんか読者を怒らせる怒らせないんじゃなくて、そのキャラクターがその甘く見られるというか、あこいつそんなキャラなんだみたいな。だから本当それで言うと、その朝倉光一ってキャラクターは主人公なんですけど、学生時代に浮気してるんですよ。浮気したシーンがあるんですよ。めちゃくちゃ嫌われて朝倉光一も相当嫌われて、なんかでもそれはその本当にバカだった学生時代っていう風に書きたかったからというか、まあ流れなんですけど、その流れになっちゃったからそう書かざるを得なかったみたいな。まああれは相当その冒険したなっていうか、でも大事なシーンだったのでちょっと我慢して書いたっていう感じですけど、そのね、でも客観的に見てさ、自分で書いてる時にはあんまり思わなかったけど、二船さんのバージョン読んだりとか、ドラマ版とか、あと舞台版とかでもあのシーンあったんですけど、さゆりがね、
あの浮気されたって気づくシーン、あかりって誰っていうシーンがあるんですけど、客観的に見たら耐えらんないっすね、あのシーン。なんかもうほんと泣いちゃう、あの超かわいそうと思って。でもだからこそさゆりが好きになるっていう。どれぐらいあのシーン好きかっていうと、テレビアニメ版あの今制作してもらってるんですけど、それの打ち合わせとか脚本チェックとかしてるんですけど、あかりって誰っていうあのセリフだけは削らないでくれあのセリフだけは俺声優さんの声で聞きたいっていう風に言いましたね、あのセリフだけはって。すごい書いてて嫌なシーンだし、読者も嫌な気分になった人多いと思うんですけど、だからこそ生まれた、他のキャラクターの輝きがあったなっていう、だからまあそのね、なんでしょう、別になんか今日再三繰り返しそのこの令和になるにつれて読者の顔色を伺いすぎみたいな思ったかもしれないけど、割とその読者の顔色っていうか、もうやっぱ今そういう世の中っていうか、その賢い人ほどすごい気を使って言葉を選んで喋ってると思うんですよ。それを漫画でやってる、漫画でやってるっていうか、その劇中のキャラクターはバカじゃないんで、そういうことやるだろうなっていう感じ。だから時代によってですね、だから本当に左利きのエレンは時代劇ですってずっと言ってたんですけど、まあ、割と現代に近づくにつれてちょっとアップデートされてるところはある。でちょっと長くなっちゃいましたけど、こんな感じで、もしご要望があれば、左利きのエレンのあのセリフを、考えた生まれた背景を教えてほしいみたいな、もしおっしゃっていただければまた動画なりなんかでやります。そのためにもそのチャンネル登録グッドボタンをどうぞよろしくお願いします。なんとなく個人的な目標5000人なんて、なんかもうクソしょぼと思われるかもしれないけど、まあ一つの漫画コンテンツの一人の漫画家のなんか制作風景みたいなのをその YouTube でやって、まあ、5000人だったらまあいいかなみたいな感じで、その5000人のために頑張って発信するんで、まあ、せめて5000人欲しいなみたいな、なんかなんとなく、すいません、なんかこれは単純になんか自己満ですけど。でまあ左利きのエレンもな結構長いし、そのジャンププラス版ももう完結してますけど、24巻でしたっけ。だってルローニケンシンより長いでしょ、24巻って結構長いですよね。原作版も今33巻まで出ちゃってるんで、まあめちゃくちゃ長い。あのセリフどこだっけなみたいな、なんか自分でもさっき相当サラリーマンの4種類のいるのシーンめっちゃ探したんですけど見つかんなくて、なんか昔はなんかこのセリフはここみたいなすぐ出してたんですけど、最近なんかもう忘れちゃって、まあ、なので皆さんも忘れてると思うんで、セリフを思い出すで言うと、この辻先生が書いてくださったこの本めちゃくちゃおすすめなんで、不況に使えるよね。読んだことない人にさ、この本だけ渡してさ、ちょっと意地悪かそれはでもなんかこのキーワードだけ見て、なんか面白そうじゃんこれ漫画読もうみたいな思ってくれるはないか。ちょっと漫画読んでる人前提か。まあ思い出すきっかけになんかぜひ読んでください。セリフどうやって考えてますかって、あんまり考え方とかないっすみたいに言ってたけど、なんか一個一個セリフ単位だと割とあるなって今喋りながら思ったんで、もしリクエストあればコメント欄とかにください。じゃあありがとうございました。